めゲームプラン。本日も e フットボール2023アプリのゲームプランをご紹介していきたいと思います。今回は今週使用可能なマンチェスターシティことマンチェスタービーをベースチームに設定すると使用可能なこちらのフォーメーションを使ったゲームプランをご紹介します。通常の同じ形と比較するとこのように中盤の前4枚が少し中央寄りで後ろ5枚のブロックが距離を縮めてやや低く構えているようなメリハリの効いたコンパクトな印象の3-2-4-1このような特徴を生かしていろんな戦術的仕掛けを楽しめそうなフォーメーションとなっております。そこで今回やってみたのは戦術ベジレ構造3-2-4-1フィールドはワイドに使えというクライフ先生の教えに背きペップに叱られるのを覚悟でこのワイドな骨を偏らせていただきました。しかも今回はねじれているという新発想。最近シティが時折見せてくれるショートパスによるボール保持の中大胆なロングフィードによるサイドチェンジがかなり印象的でそこからアイデアを捻出しました。要するに前方と後方で起点を変えようという発想です。ビルドアップの段階では右サイド寄りに重心を置きボールを保持そこからこの優秀な左利きのサイドチェンジャーズにより孤立するペドリに一気にロングフィード。攻撃の構築は右寄りにフィニッシュの局面までは左から。サイドチェンジの意味を当たり前に言ったまでではありますがこのピッチ上のフィールドプレイヤーの 60% がミッドフィルダーというおそらく使いようによっては一番流動性を見やすいこの褒めでやることでサイドチェンジの効果を限界まで高めた流動的な攻撃がお楽しみいただけます。人選はこんな感じで、それぞれのプレイスタイルはこちらです。まずこのプラン、ゲームメーカーは左サイドにいます。先日ご紹介した方がハイブリッドウィングなら、このペドリはハイブリッドゲームメーカー。サイドで余裕を持ってゲームを作れることはもちろん、ウィンガーさながらのドリブルも可能です。このプランの攻撃の基本パターンは大胆なサイドチェンジで相手を揺さぶり、このペドリとリンクフォワードとのミックスでもあるラインブレーカー、さらにはダブルの2列目からの飛び出しを中心に左サイドニアゾーンの攻略です。縦関係に並べたデパウルとギュンドアン、このリサンドロ・マルティネスからのペドリパターンでこの2列目ダブル起用が効果を発揮します。そしてなぜかこんなところにいるミュラー、正確無比なロングフィードによるサイドチェンジが生む混乱にライン間の住人捕まらない男というさらなる混乱をプラスしてみました。ちなみにこのプランの MVP はこの男、ミハル・サディレク、今週獲得したプレーメーカー。この男大当たりです。小回りが効く攻撃的なプレーメーカーという絶妙な構成でこのねじれプランをサイドから支える重要なピースとなって機能してくれました。戦術ねじれ構造3-2-4-1ペップが放った3バックシステムに大胆なサイドチェンジきっかけのねじれ構造をぶち込んで相手の左サイドニアゾーンを徹底攻略。サイドチェンジの爽快感、そしてサイドに張るハイブリッドゲームメーカーペドリをご堪能ください。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。引き続き短い時間で一つのアイデアをというコンセプトで動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。